はい、どうも、長田ブログです。新しいチャンネルになったということで、改めて自己紹介させてもらうと、俺は高校卒業した後にアメリカの大学に進学をして、このチャンネルとかの SNS を通して、留学情報だったり、留学の Vlog っていうのをずっと発信してたんよ。で、去年の末にボスキャリっていう留学生向けの就活イベントっていうのに参加して、そこで内定が取れるのか取れないかっていう企画を10回に分けてやったんよ。で、その9回目の動画がこれ。内定のオファーレターもらいました。日本にある外資系企業で、月給が33万円で、家賃手当とかボーナスみたいなものをいろいろ含めた理論年収っていうのが468万円らしい。実はボスキャリで履歴書を渡したもう一つの企業と後日オンライン面接があって、そこの一次面接を受かって、今二次面接の合否を待ってる状態なんや。その結果が出てからどうするかの判断になると思うから、ちょっとだけ待っといてほしい。ということで、東京にある外資系企業一社は内定をもらって、もう一つ内定もらえるかもらえないか、さあ長田はどっちにするんやっていう状態で話が終わってて、今回この決断について詳しく話すっていうところと、新しいチャンネルを作った意味理由とかについても最後話していけたらなと思います。ということで、俺の留学があと半年で終わるっていうところで、まあ俺の進路、その後就職するのか外資系企業を選ぶのかっていうところで、この年末年始めちゃめちゃ考えました。もう一個の企業も実は内定もらえて、2社どっちも東京オフィスにはなんねんけども、留学してる上での最低限の目標である外資系企業就職っていうのは、まあ、無事果たせた。で、まあ、どっちの企業にするんだっていうところで悩んでた。で、俺ボスキャリの直後に下根の住んでるマイアミに何度の誕生日を祝いに行ったんよね。ハッピーバースデーナンド。まあ5日間ぐらいおったんかな。で、そこでの話やねんけど、下根は半年前に留学終わってて、その後にコンサルティング会社でアメリカ就職、マイアミで今働いてるっていう状態。片や難度は就職をせずに、今オンラインで仕事しながらヨーロッパとか南アメリカとか世界中旅しながら働くフリーランスをやってるんよな。で、そこでまあ下根と難度と、まあ人生どんな感じって話したんよ。で、俺自身もまあ就職先とかについていろいろ聞きたくて聞いてみたら、下根はね、仕事が全然楽しくないらしい。確かにビッグフォーのコンサルティング会社やからめちゃめちゃ給料はいいわけ。すごいお金は入ってくんねんけど、仕事がね、めちゃめちゃつまらんと。人間としての価値が吸い取られてるような感覚になるって言ってて。で、そもそもその指紋とか難度とか俺のルームメイト関係っていうのは全員なんかアンチプレナーシップがある。ちょっと起業したいとか社長になりたいっていう人が多くて。で、指紋もその一人やったんよ。自分で事業持ちたいっていう思いをずーっと持ってて勉強しててんけども、企業で働くことによって、そのアンチプレナーシップも吸い取られてるような気がしてすごい怖いと。なんか元々はちょっと就職してから出て起業するつもりやったけど、その意思さえも今吸い取られてる気がすると言ってて、それをなんかシモンがすごい焦ってる。給料はいいけど幸せじゃないっていう話を聞かされて、で、片や何度就職せずにフリーランスの道っていうところで、まあ安定ではないよな。やっぱオンラインやけどずっと仕事が来るわけじゃないし、ただね、めちゃめちゃ楽しそう。世界中旅しながらっていうところで、まあ、もちろん高級ホテルとか行かれへんし、ホステルみたいなところ安いところで泊まりながら転々としてるらしいねんけど、会った時の時点でヨーロッパには3ヶ月4ヶ月ぐらいおって、もう最高っつってたな。そこで出会う人間と話したりとか、あと自分のオンラインでの事業を拡大するために何すればいいかって話とかもそのマイアミでしてて、やっぱ生き生きしてるよね。うん、やっぱ与えられたことだけをやってるわけじゃなくて、自分で何かを作り出さないといけない、そこのエキサイトな部分っていうのは何度と話してるだけですごい伝わった。何度とシモネの対比を俺はそのマイアミでボスキャリ直後に見たわけやな。お金ではなく起業っていうものを選んだ人間と、お金を選んで就職っていうのを選んだ人間。俺自身も実は高校2年生の頃ぐらいからずっと起業がしたくて、そもそも留学した理由も、あの Facebook 作ったマーク・ザッカーバーグの映画、ソーシャルネットワークっていうのを見た影響やったりして、ずっとずっと自分の中でアンチプレナーシップ起業したいなって思いはあって、就職してスキルつけたりしてからでもいいんかなと思ってたんよ。ただ実際にそのシモネの話聞いて、プラス自分の中でも就職してから起業する自分っていうのを想像してみたよな。就職してまうと、ポジションが上がって、部下ができて、で、その会社の中で居心地が良くなってしまったりとか、あと時が経つにつれて自分にも家族ができて、奥さんができて子供ができてっていう責任の問題やったり、そんなん考えた時に、俺ほんまに就職してから起業しようって思えるんかなってちょっと不安になって、あと何度にこれ言われたセリフですごい心に残ってんのが、就職はいつでもできるけど起業は今しかないぞ。だからやっぱり就職してしまったら起業できないって何度は信じてて、だからこそあいつは就職を挟まずにそのまま起業したんやけど、今って転職も普通だし、起業を通して培ったスキルってのを活かして就職もできるんちゃうかっていう話を何度として、確かにと。まあそんなところをマイアミで思いまして、でまあその後、俺が出した9日目のリール、東京のオフィスで給料はこれぐらいですまで話してたわけやんか。あの動画に対してのコメントがね、結構ぐさっとくるもんで、外資系にしては雑魚いなとか、留学して給料それぐらいかよ、夢ないなとか、結構言われて、それに対してめちゃめちゃムカついてるってのもあったり、で、俺他のコンテンツでも話してることではあんねんけども、俺って人生を映画やと思ってて、自分の人生って自分しか見ないわけ。自分が視聴者なわけ。で、これを
ずっと映画を見て死ぬわけやんか。でどうせ死ぬねんから、せっかくやったらこの自分が一生見なあかん映画をおもろくした方がええよなっていう考え方なんや。その考え方で見ても、あとやっぱ YouTube 的に Vlog 的にも、俺がこのまま黙って外資系企業就職しました、で外資系で働いてる様子を Vlog を撮っていく、撮れるかわからんけども撮っていくよりも、起業っていうところを挑戦している俺の方が見てておもろいんちゃうかなっていう。俺留学決めた時の話になんねんけど、俺もともと第一志望で大阪大学を目指してて、めちゃめちゃ勉強したんよ。3年間男子校でずっと勉強しかしてなかった。ただこれ落ちてしまったんよ。で落ちて、ただ滑り止めで同志社大学と大阪府立大学は受かってた。でどっちにしようかなって迷ってた、その結果俺留学っていう誰も想像しえないような、もうリスクしかないような決断をしたわけで、俺あと半年で留学終わんねんけども、その時のこと振り返って、第一志望の大阪大学落ちてよかったなって心の底から思ってるもん。ここで落ちへんかったらこんなこともしてないし、英語も喋れてないし、外資系企業も受かってなかったかもしれないっていうところで、やっぱりみんながそりゃそっち行くよねっていう決断をするんじゃなくて、自分がこっちやなって思った選択をした方が後悔ないし頑張れる。滑り止め受かって留学選んだ俺と、今泣いて2つもらってる俺、めっちゃ被らん。ここで後悔しない方を選ばなあかんと。4年前の俺は留学っていう誰も思いつかないような選択肢を選んで、結局今全く後悔なくすげえ幸せで、留学してよかったなって心の底から思えてる。じゃあ俺この状況で何選ぶべきなんかなって考えて、長門外資系企業の内定を蹴って起業します。もうほんまにもうわけわからんと思う。外資系企業です。年収が460万円プラスアルファでエンジニアの仕事、なんでって思うと思う。アホなんと。でもこれは俺が同志社蹴った時もみんなに思われたことで、ここで外資系企業を選んで俺の人生の映画おもろくなんのって考えた時に、ちょっとつまらんなと思ってる自分がおるんや。それでやっぱり何度か言ってた就職はいつでもできるっていうこの言葉、やっぱここで起業せずに就職してそのまんまずるずる起業せんかったら、30歳40歳になった時に後悔するんちゃうと。それやったら今から1年または2年ぐらい挑戦させてもらって、それであかんかったら就職すればいいって思ってしまったよな。こっちのチャンネルでは引き続き留学情報とか留学について発信していくことにはなんねんけども、このチャンネルは俺が卒業してからすぐに起業できるように、それまでの期間準備している様子とか、卒業して起業してからの様子とかを全部 Vlog していくチャンネルになる。人生の映画の留学編が終わった次、起業編と思ってみんな見てくれたらなと思うわ。ただここからすっげえきつい人生待ってるんやろうなっていうのは覚悟してて、動画の中で泣くこともあるやろうし、起業の苦しみとか難しさとかも全部話していくから、第2章起業編みんな見て応援してくれたらなと思います。次の動画で会いましょう。